どうもしげしげです。本日もただ使ってみたかったシリーズやっていきたいと思います。前回このチャンピオンオールスターズコラボの、転生で使いよう、あれをチャレ中で使ったっていう動画があったんですけど、まだ見てない方ぜひ見てください。あれのコメント欄でね、こういうのでいいんだよみたいな、なんかその使いたいキャラで攻略する、これが見たかったみたいなコメントが多かったので、私今回ビスケットオリバの進化前ですね、超コンボ強化3つになるやつ、これがリーダーで使ってみたいので、同じくチャレ中に行きたいと思います。チャレ中こんなやる YouTuber 今いないよ多分、知らんけど。今回、バランと組み合わせていきます。相性だいぶいいかなと思っていて、固定追撃をね担ってくれて、でリダフレでその闇2コンボしてるともう6コンボ加算もかかってって感じで、で HP2.5 倍でしょ、でそれに加えて半減軽減がこっちであるんでみたいな感じで、中では、チャコルで軽減ループしたりとか、まあしないんですけどループはね、チャレ中的にね、そんな殴り合うダンジョンでもないし、ただまあ相性いいよっていうところで入れております。で超コンボ強化2個で、暗闇の完全体制ですね。最初ヘイスト役で、アバン先生の武器を積んでます。で、一応回復役というか、まあそのチャレ中にフィットさせてもよかったんですけど、まあ、どうせ紹介するならこう汎用的な編成の方がいいのかなっていう、まあチャレ中行くとこはチャレ中なんですけどね。まあでもチャレ中侮らないでくださいね、侮ると負けますよ。まあそれは置いといて、超覚醒スキブプラスでアシストがハロウィンソニアの武器ですね。ハロウィン青ソニアかな。はい、封印積んで、まあ闇コンボ強化も積んで、で最初ジンと2ターンヘイスト、これ優秀ですね。で、ミストバーン、やっぱりねこの超コンボ強化ガンガン積みたかったのでこのキャラかなっていうのがあって、あと無効貫通スキルとかね、そうあのビスケットオリバが無効貫通持ってないっていうのがあって、まあ進化スキルのね後ろで14ターンで使えるんですけど、まあさすがにこの短いダンジョンだと後ろはたまんないのでっていう感じですね。バランを採用したのもそうですね、無効貫通スキルを持ってるっていうところ。はい、で、同じく闇のコンボ強化で、コンボだけで火力が出せるヒュンケル、まあそれこそ無効貫通のスキルを3箇所に積んでるんで、このキャラも無効貫通できないですけども、まあなんとかなるでしょうっていう感じ、まあ、激減張ったり指伸ばしたりっていう感じですね。はい、覚醒バッジは HP でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということでバトル1ですが、2ターンヘイスト2発撃ちます。でヒュンケルの後ろも溜まっちゃっても意味ないので、今回ネレの武器積んでますけど吸収ないので、はい、先に撃っておいて2ターンヘイストかけていきます。でそうだね、ビスケットオリバの最初のスキルも闇目覚めで闇供給できるんでね、使っておきます。で2ターンヘイストかけてバランの変身を完了させて、でここでまあ相手が動いてこないのでちょっと闇残しながらねスキルダメをしていきます。まあ溜めておけばね安心でしょっていう、ただそれだけなんですけど、まあバランのスキルとかね、まあ、4ターンで無効貫通で三色陣でっていうめちゃめちゃ強いスキルなんですけど、それを溜めに行きます。でここね闇をなんか残そうとしてますけど、この次相手が超根性で動いてくる行動は闇の花火です。まあこれねルーレット食らってるんで闇の花火から、ちょっと分割してあげればこの次も対応できるっていうのはあるんですけど、まあだから相性いいかな。うん、でまあ2階がそのルシャナが一応向こう張ってくるんですけど、そこはもうねミストバーンのスキルですよ。これは2ターン継続なんで、3階のウリエルだっけ、ウリエルの、まあ、超根性前までそこまで剥がせますと。でここが、まあ、今回の最大火力ポイントかなと思うんですけど、ミストバーンのスキルがその無効貫通に加えて何倍だっけ、4倍だっけ、4倍のエンハンスがかかると。でもっと分割すればね闇のコンボ強化乗ってもっと良かったんですけど、まあこれでも一応42億出ててっていう感じの、まあ、サムネイルに使えるようなね火力のあれができましたよ。でバトル3、ここが先ほども言った通り無効貫通がねもう一旦かかっておりますので、ここそのまま無効貫通していきます。また語彙力を失ってしまったんですけど、ここねルーレットも活かしながら、ルーレットありがたいっすね。でまあ一応ロック解除しておけばいいんじゃないかなという感じで、はい、適当にコンボしていきます。火力はねほんと申し分ないというか、まあ本当にだからそうなんだよね、火力に特化してるせいでその闇の供給とかねもっとガチガチにサブ組んじゃえば、まあ、できなくもないんですけど、
まあ言うて火力枠サブかなって思いましたね、ビスケットオリバーは。うん、でまあ進化後の方がその汎用性の高い固定追撃持ちのリーダースキルになりますけど、まあ僕はこのね超コンボ強化3つのこの形態で使いたかったんで、とりあえず今回はバランと組み合わせてって感じですね。はい、でバランのスキル使ってあげて、これで残食陣で、木の吸収も引っかからないし、はい、火力も出るし問題ないですね。でバトル4で76になります、孫権ね。前回の転生列界を使ってみたでは76リーダーチェーンしてたんで、もともと76だったんですけど、はい、ここ76にしてもらって、一応ね保険でチャコル使っといて、まあ、76パズルね、まあ、そんなにがっつり指詰めてるパーティーじゃないのでミスる可能性もね考慮しつつ、はい、油断をしないというのが大事です。で2コンボの火力16コンボで、まあいい火力出てますからね。ビスケットオルバがずっと42億出してるからね。ビスケットオルバだけに関しては闇の2コンボで足りてるっていうのがありますね。で、もうねその火力をチェックするかのようなボスなんですけど、ここはもう闇を2コンボ決めに行くだけ。まあ本当はねもっと組みたかったのと、ちょっと危なかったんですよねこれ。めちゃめちゃギリギリだし、なんなら組めてないし、全然あと3コンボ4コンボできるわ。はい、ただ15コンボでビスケットオルバ42億だからね。この42億を絶対出してくれるという安心感、この筋肉量、これが半端ないんですよ。まああれですからね、ビスケットオリバって筋肉量だけで150キロあるとか、そういうなんかキャラクター設定だった気がするんですけど、好きなので使ってみました。ぜひ当たった方はリーダーとは言わないですけど、火力めちゃめちゃ出ますので使ってみてください。まあお邪魔耐性持ってるのも偉いよね。うん、そんな感じで本日は以上です。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。さよなら。